さっきの戦闘で神壇の奴らが気づいたかもしれねえな。帰る、急いでレンズを探すぞ。さっきの戦闘で、これがレンズ？でっけえ。こいつは冗談抜きで300万ガルドの価値があるぜ。なんだ。レンズが。君は一体。英雄。そう、私は英雄を探しているの。歴史に残るような、いいえ、歴史を変えられるほどの英雄を。英雄？英雄だったらもう見つけてるよ。あなたが？そうさ、今はまだ成り立てだけど、いつかきっと、いや、絶対に大英雄になってみせる。その証拠にほら見てよ、このあざ、父さんのと同じところにあるんだ。俺、海流ドゥナミス。よろしく。君はどこから来たの？ねえ、それで未来の大英雄になんのよ。もし人助けなら。ちょっと待ってよ。あなたは英雄なんかじゃない。わかるの、私には。わかるって？どうして？あなたは私の探している英雄じゃない。あ、待ってよ君。ねえってば。一体何なんだ？いきなりレンズの中から出てくるわ。何事もなかったかのように立ち去るわ。おまけに、英雄を探しているのだぜ。おう、ロニー。おうって、あの子か？早く行こうよ。あの子を追いかけるんだ。もたもたしてたら、どこかに行っちゃうよ。あの子を追いかけ、やば。なんだ貴様らは、ここで何をしている？大変です。レンズがなくなってます。何？どういうことだ？自分は以前この部屋で巨大なレンズを確かに見ました。それが跡形もなく。レンズをどこへやった？さあ言え。知るもんか。俺たちだって何が何だかさっぱりわからないんだ。いきなり女の子が出てきてレンズが砕けて。なあ、貴重な巨大レンズを割るとはバカなことを。ほい、こいつらを引っ捕らえろ。そっちの男もだ。大将、こいつロニ・デュナミスです。あっちゃー。貴様、護衛兵でありながらヌスットと共にいるとはどういうことだ？ヌスットって俺のこと？他に誰がいる？俺はヌスットなんかじゃない。ヌスットはみんなそう言うんだ。さあ、一緒に来てもらおうか。貴様もだぞ、ロニ。ありゃ、高き
聞いてるのか、ロニ・デュナミス。ああ、もう破れかぶれだ。こうなりゃ強行突破だ。ついてこい、カイル。ロニ、ダリル・シェードへ連行しろ。レンズの行方を必ず吐かせるんだ。